にちは、大八郎です。今回はこちらガンスボーイ社長12分の1スケールアクションフィギュアが届いたので、これをね開けていきたいと思います。これ実は第2弾ですね。第1弾目はこの社長ではなくて宇宙飛行士を、モチーフにして作られたものがあります。こちらは第2弾の社長バージョン。では開けていきます。はい、中はこんな感じで入ってます。いろんな、見てください、これラーメン小物がたくさんです。で、この顔、ルナガンス横山光デザインの、有名なね SF ロボットがありますが、このルナガンスをちょっとディフォルメと言いますか、されたものですね。あとはポストカードみたいなもの入ってますね。ウキウキって書いてます。で、これは電池を入れたら光るのでの説明書ですね。かわいいですね、これ。これかわいいな。すごいですね、ガンスボーイ社長。では中取り出していきたいと思います。はい、中身ね一応全部取り出しました。こんな感じです。小物類がすごいですね、充実してます。まずはこちらカバンですね。めちゃくちゃいい作り。こんな感じで、取っ手のところは動きます。ガンスボーイ社長の、いろんなね書類とかが入ってるんでしょう。で、次は携帯電話。この携帯電話を知ってる方いらっしゃいますかね。本当に最初期の携帯電話はこんな感じでした。ちょっと調べてみてください。型からかけてね、バッテリーの部分と、これがね携帯電話だったんですよ。今では信じられないですね。懐かしい。いつの時代、いつの昭和の設定なんですかね。汗ですね、汗をかいた表現をするためのパーツですね。はい、こちらがマスクですね。なんと今の時期にぴったりこんなものが付属しているとは。しかしこのマスク汚い。衛生的に悪いぞ社長。これはですね予備パーツですね、ジョイントので。こちらは、プラスドライバーです。これはおそらく電池を取り付けるために、外すためのやつですかね、カバーとかをのプラスドライバー。これはね嬉しいんですけど、だったら電池つけてよって感じですね。で、最後はこちらテーブルと、これはいいよと、これラーメンですね。ラーメンと箸置きとくっついたものと、あと、ラーメンをすすっている、このラーメンがついた箸ですね。これは面白いなガンスボーイの、社長のね食生活もちょっと見れるということです。ラーメン食べるんですね。はい、で、あともう一つこちらなんですが、これは社長のアンテナですね。ここに穴がありますんで、これを、つけて社長自体は完成。では社長を見ていきましょう。はい、では寄っていきますが、まずねこれ前回ね、前に動画でルナガンス、紹介させていただきました。こんな感じで、はい、似てると思います。もちろんそうです。このルナガンスがこの社長になってリフォルメされたのがこのシリーズですね。デザインはね横山光、ロボットのデザインとか造形とかされてる方ですね。
と、コールドックというのが組んで、製作が、ダムトイという会社ですね。では寄っていきます。はい、こんな感じです。ちなみにここのアンテナのカラーリングは東京タワーをイメージしてるらしいですね。あ、ここですね。電池入れる場所、スイッチもありますね。プラスドライバーで開けて、まあ、これはここの 目なのかなが光るので、これは後で試してみたいと思います。で、可動なんですが、後ろは行かないですね。横と前で、服なんですが、どうですか社長社長、これはボタン取れますね。社長、こんな感じです。ファッションで、腕は肘、これはね、横には上がりそうなんですけどね、結構服が干渉して上がらないですね。肘とで手首で、なんと指がね、一個一個稼働します。これか、指の関節は、動きませんが、根元からは動きますね。全部別々で、で、胴体の可動ですね。一応かがんだりは、かがんだり反ったりはできますね。ひねることも、できます。これはちょっとね、また服が干渉してるのかな。で、足なんですが、足は結構開きますね。おお、結構開くな。これ社長キック。膝が、お、膝も結構曲がります。あ、これかっこいいね。これはいいじゃないですかこの小ささで、このしっかりした可動はすごい。足首と、うん、動きますね。はい、靴はこんな感じで、全体的にどうでしょうか。いやー、相変わらずね、こういう質感はすごいです。金属の質感はもう全てめちゃくちゃ軽いんですけど、塗装がね、かなり重厚感あります。ちゃんとここに頑張りましょうと書いてますね。社長、こちらウッド調なんですかね。いやー、相変わらず素敵なデザインですね。はい、カバンですね。カバンを持ちました持ってるというか、そのすくってる、乗せてるみたいな感じですが、もうこれはね、引っかかって落ちないんですが、このね、携帯電話はね、ちょっとかなり持ちにくいですね。なかなか、まあ、滑って落ちないように支えてあげる感じですかね。まあでもこれ見てください、忙しい社長はカバンを持って携帯電話でやり取りをすると。いや、雰囲気やばくないですかこれ。いや、めちゃくちゃいいな。いや、社長頑張ってるわ。まあ一つ疑問なんですが、携帯電話よりも社長自身の性能で、通信できそうかなと思ってるんですが、アンテナがね、こんなにいっぱいあるんで、そこはどうなんやろなと思ってます。まあ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 、そんな細かいことはいいでしょう。この雰囲気作りは完璧でございますよ。はい、ではね、他の小物オプションパーツとかも使って、ポージングとかね、していきたいと思います。で、その中でライトも、光らせてみようかなと思いますいや、これめちゃくちゃいいな。いや、すごい。はい、では、行ってみたいと思います。
だったでしょうか。横山コーコールドッグダムトイから、ガンスボーイ社長、こちらを開封していきました。だいたい社長の大きさはアンテナ入れずに15センチぐらいなんですけど、いやね思ったよりもね可動がねすごくてびっくりしました。いやまさかのいろんなポーズ撮れて楽しいですね。これはねびっくりしましたね。でまあね作りはねもう本当に素晴らしいです。もう造形とかデザインとかねバランス、あと塗装もうこれはねピカイチっすね。素晴らしいです。まあ どこにもね金属使ってないんですけど、いやーもう本当に素晴らしいですね、これは。で、あとはね、小物系。いや、これね、本当に楽しい。いやーもうどれもね、一つ一つちゃんと作られてて、いや、本当にね、素晴らしいですね。いや、もう素晴らしいとしか言いようがないんですけど。いや、でもこの社長はね、頑張ってます。この社長はね、頑張ってる社長ですよ、本当に。でね、社員からもおそらく愛されてるんじゃないかなと思います。もうこのフィギュアはね、そういうのが見えてくる。素晴らしいフィギュアだなと思います。はい。皆さんはいかがだったでしょうか。では、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。